師団長が亡くなられたことがもう確定いたしました。もう非常に心痛でございまして、これなぜかというと私自体が防衛大の卒業生で、しかもその亡くなられた師団長は私の1個下ということで、防衛大って2年2浪までしか許されてないんでですね、確実に1個下から3個下ということを同じ釜の飯食った仲間なわけなんですよ。で、初回にもまた司令の人たちもたくさん亡くなられてて、で、もう本当に何が起こったかって完全に原因追及し究明してほしいんですね。本当にで司令部一つがなくなるすごい大きなことで、私大学の3年の時に舞台実習で行った時も北熊本の駐屯地、まさにその橋田の司令部があるところなんですよ。橋田の駐屯地があるところなんですよ ね。いろんな地震の時もすごい活躍してくださった皆さんですよね。そうなんですよ。だから本当にですね、心痛なんですよ。で、私が防衛大の在学中に言われてたことっていうのは、これから先は無人機の戦いになるぞって言われてたんです。そうですね。で、それをもう私が在学中にしてたにもかかわらず何も対応してこなかったんですよね、この国って。で、さらにですね、その現場の人間っていうのは、その油が入ってこないとか当然分かってるはずなんですよ。だから、ね、シビアンコントロールによって、ですね、現場が無理だろうって分かってることを無理やりさせてるんですよね。ああ、そうですね。逆にシビアンコントロールしても、もうとんでもないコントロールしちゃいけない人たちがコントロールしちゃってるわけですね。そうなんですよ。だから、本当に今の自衛隊の人たちってかわいそうだなっていうふうに思ってて。そうですよね。私も私の親友の息子さんがオスプレイの訓練に行ってるんですけども、ちょっと本当になんとかな、人を中心にやってくれないと。今おっしゃるようにとんでもない話だと思うんですよね。ああ、それも本当痛ましいですね。で、あんだけその師団丸ごと移動されるっていうのはあるのかなっていうのを逆に僕らも思うんですね。おっしゃるように原因究明を、ちょうど佐賀もですね、 H64D っていうのが墜落して、 そしてそれもルーターがボルトっていうかな、取れてあれなんですけど、真っ逆さまにあんなヘリコプターが落っこちるっていうのは、オートルーター機能とかいうのがあって、そんなない話ですよね。そうですね。あれは佐賀のやつは確か、もうそれこそローター自体がなくなっちゃったっていう話、飛んでるんですよね。そしたらもうどうしようもないですよね。どうしようもないです。あの方々もまさにその、私、駐屯地まで追悼に行きましたけど、本当、なんていうか、言葉にならないですね。だから装備ばっかりこう追っかけて、人をこう、あれしないっていうか、もう今おっしゃる通りだと思います。先進の方がですね、実際にシビアンコントロールやってるわけですから、現場を無視しないでほしいと強く願います、本当に。おっしゃる通りです。おっしゃ今回のオスプレイの導入だって、これ自衛隊の中から入ってきた話じゃないですもんね。おっしゃる通りで、はい、完璧にもう無人になってるんだと、超小型の高速ドローンの時代に、これで島嶼防衛に行ってですよ、それで攻撃されたらひとたまりもないですからね。全然使い方をこう間違ってるというか、要はアメリカ の戦争屋のこのキャスディスペンサーみたいにさせられて、それをそのつけを自衛隊員に回すなんて最低だと思いますね。おっしゃる通りですね。オスプレイに関してはただの輸送機なんですよね。だから、その重さはそこそこ運べるにしても、結局容量が少ないから、ヘリの方が絶対たくさん運べるんですよ。あとは輸送ジェットとかですね。だから一体何のためにと。だってチルトローター機ですから、そんな速くもないから、普通に飛んでたらミサイルの的なんですよ。そうですね。でしかも乗員は普通のヘリよりも多いから、余計に命が危ないっていうかですね。危ないですね、はい、24人ですよね。本当にそれで220億もして、 そしてその維持管理費が20年でこの間防衛省から4600億って、そのお金あったらもっと他に防衛できるし、そのまずは自衛隊員の福利厚生でしょって。おっしゃる通りですよ。今 の浜田防衛大臣が、前も防衛大臣だったかな、その時に、例えば皆さんの気象ですね、胸につけてる、あれだって自分で買っておられたから、そんなことを自衛隊員の方々にやらせていいのかと言うんで、そこは変えてもらったんですけど、なんとか人を見てないですね。おっしゃる通りですね、自衛隊員は人と見てないですよね。いや、本当になんとかな、人と見てないって僕は言わんけど、人を見てないって、おっしゃる通りだと思います。明日そのところをですね、きっちり、これ、オスプレイを17機入れて、どんだけその全体の部隊が負荷をかかるかっていうのを計算もしてないんですよね。本当になんとかな、だからこの人たち、どうやって社会活動を行ってきたんだろうって、ご飯といえばご飯が出てくる、鉛筆といえば鉛筆が出てくるって、そういうやり方をしてんじゃないかなってさえ疑いますね。いや、本当ありがとうございます。本当、改めて亡くなられた方々、それからに相手の誠を捧げて、もう一刻も早くお帰りいただけるように、それから行方不明の方がですね、帰られるように願ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当ありがとうございました。